おはようございます、やんちゃです。2024年3月18日月曜日の朝です。タイマー15分、ほえカシャ15分のカウントダウンを開始します。はい、お願いします。運動、はい、やりますか。よっと、よいしょ。タイマー4分15秒、4分15秒のカウントダウンを開始します、はい、お願いします。今日の天気、今日は晴れ、最高15度、最低5度、ちょっと風が強いですね。あと今日は強風注意報と乾燥注意報、はい、でしょうね。はい、気をつけましょうと。朝刊が今日休刊日なので、昨日の朝刊の続きを見ますか。EV 協業これを言ってたんですよね、昨日。ホンダと日産が、組んで EV の車載ソフト分野で協業しますという話ですね。今の EV のシェアがテスラが19、中国のこれ何、 BYD 知らないですねそこが 16% で、フォルクスワーゲンが 8% で、ゼネラルモータースが 6.6%、 あとはなんだ、中国広州汽車集団 5%、 吉吉利、わかんない、大吉の吉に利益の利グループが 5.2%、 ほえー、でヒュンダイ 4.3、 日本勢全然いませんで、ルノー、日産、三菱でようやく10位ですか。やば風強い。はい、なるほどね。でトヨタとか 1% だし、ホンダは 0.2%、 そりゃまあ協業してなんとかしましょうってなりますよね。日本勢が全部集まってもシェアでいったら10位から9位に上がるとか、そんなもんですか。はあ、大変そう。へえ、どうすんだろうね。ただなんかバッテリーとかね、その EV に欠かせないコンポーネントでシェアを取るみたいな、そういう方向性はまだ残ってそうだけど。あと何かな、 CO2 除去市場2年で36倍。ほう、なるほど。バイオマスをブロック状に圧縮し地中に埋める。ほう、大気中の二酸化炭素を減らす新技術の開発や導入が加速。だからまあ、なんかやるたびに CO2 が出ないようにするんじゃなくて、それと同等の CO2 を大気から減らすことによってカーボンニュートラルになってますみたいにするっていう話ですかね。はい、まあ面白い発想ですよねこれね。はい、いいと思います。はい、あと何かな、なんか面白い記事ないかな。日曜日はなんか文化欄みたいなやつがすごい充実してるんですよね。あとはスポーツとかか、ゴルフとか相撲とかですか。あとなんかな、リンケのカメラ我が家業師やば、怖、何これ。なんか隣人トラブルですか、撤去請求訴訟。はあ、ちょっと怖いですねこういうのはね。ひえ、あと何かな、ジブリパーク全面開業、魔女ハウル訪日客満喫。ほえ、そうなんだ、どこにあるんだこれ、愛知県か。へえ、面白い。ぐおいぐおい、はあ、ちょっとつらい後半もう話せなくなってきて。はい、そしてごそごそ
けん玉。よし、やりますか。今日もグロケンのけん玉検定の練習です。アドバンスと3級の技、もしかめからの剣、はい、できた。で、なんだっけ、日本一周、よいしょ、はよっと、あやばいやばい、あれだけ練習した中皿からの剣を、はい、ちょっと思い出さないと、ちゃんと。あとなんだっけ、振り剣か、はい、よいしょ、やべ。毎朝一発目の振り剣はなんか失敗しますね。なんかキャリブレーションが必要っていうか。あとなんだっけ、すくい剣か、はいはい、すくい剣、よいしょ。ちょっと風が強いな。はよっと、風よけをこうやって立ててんですよ今あまりにも風が強いんで。さっきカメラがゴロゴロゴロって言って転がっちゃった、強風で。なんかここ2週間ぐらい風強いですよね。よし、成功。次坂落とし、はっ、うわ、ちょっと腰を入れるか、ちゃんと、よっと、はっ、惜しい、よいしょ、ほっ、よっ、うわー、風が風しんどいな。はあ、よいしょ。結構風強い状態で逆落としすんのつらいね。よっと、まず灯台からしてつらいもんね。よっと、やばいやばい、飛ばされるそう、勘弁してほしい。よっと、はよいしょ、惜しい。今ちょっと風がやみ始めた、今だ。くっ、焦るとダメだね。よいしょ、はあ、落ち着こう。昨日もね、羽剣でめちゃくちゃ苦戦したし、ダメだ、ちょっと上に上げると風で流されちゃう。風で流されるのを計算してやるか。そしてちゃんと剣先を見て入れに行く。うお、引っかかった。なんか結構逆落としとか成功率高まったと思ったけど、改めてやると難しい技ですねこれ。よいしょ、飛ばされるな、辛い飛ぶエクストリームけん玉、よっこらせ、よし、ほ、よし、 OK、 はい、でこれで3球終わり、はい、次2球、はい、まず地球回し、そして次世界一周、よいしょ、はよっと、よし、オッケー。やっぱ中皿から剣の練習した甲斐があって失敗しなくなってきたね。あとダウンスパイク、よっと、はい、オッケー。でウグイス、ウグイス剣、よいしょ、あ、やばいやばい、はい、OK そして問題の昨日超苦戦した、はい、羽剣、飛ぶねと風でうお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 う、わかりますかこの風、風切り音どんぐらい入ってるかな、伝わらないよね動画で、どんぐらい風が強いのかね。よし、成功やった、昨日のハマりは何だったんだ、はい、カシャ、はい、終わった今日も風強いっすね。なんか3週間ぐらい前から
風が強い日がちょくちょくありますね。ちょっとスタンバイしとくか、風力計を。はい、まあ多分ですけど最大でも7メートルとかですかね、今日の感じだと。けん玉、今日はあんまり手こずらずにできてよかった逆落としぐらいですか、ちょっと手こずったのは。検定行かなきゃな、行かなきゃなって思ってるんですけど、そのいつ行っても検定が受けられますみたいなところの当てが外れたから、その検定会とか何ですか、けん玉力測定会みたいなやつに申し込んで行かなきゃいけないちょっとハードルが上がりましたね。なんかいつでも受けられるってなるとそんなに緊張しなくて済むと思うんですけど、その月に1回この日に申し込んでその満を持して行きますみたいな感じで行くと、これを逃したらまた1ヶ月後かみたいな感じのプレッシャーがかかるんですよね。はあ、まあしょうがないですけど。風強い風強い、やばい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 、あ、風速風速、うわあ、 9.6 全然7とかじゃない、 9.6 だって。やば、今カメラが倒れそうだから足で押さえてるうわあ、やば、おおおお、これはいい風9.6 すごいな、あとちょっとで10じゃんね。やばやばいやばい、あー10いった10風速10メートルでした。はい、今日やばいっす、ふえー、やばいね。そういえばなんかあのなんだっけな、この間、先週かな、先週あの水戸会議っていうのに行ったっていう話したと思うんですけど、水戸会議になんか新しい風速計みたいなやつがあって、この普通風速、普通かどうか分かんないですけど、多くの風速計はこういうプロペラがついてて、風でそのプロペラが回ってその勢いでどんぐらいの風速なのかっていうのを測るやつがほとんどだと思うんですけど、そのなんか水戸にあったやつはプロペラがついてない、なんだっけな、何で測る、超音波って言ってたっけな、超音波みたいな非接触、まあこれも別に接触ではないですけど、なんて言うんですか、非可動部、可動部レスまあだから動かずに電波だか超音波だかで測る風を、そういうやつありましたね。そのセンサーをたくさんいろんなところに置いて、なんか今どういう風の状態なのかをより細かく見ることができるっていう、あれちょっと面白そうでしたね。なんかドローンとかに搭載するんですかね、よくわかりませんけど、うひょー、うわー、やばいやばい、19.8 プロペラ型じゃない風速計、もしそんなに高くないならわしも欲しいですね。買えんのかな。まあこのビヨーンって回ってる音もなかなかいいっちゃいいんですけど。はい。なんかこの風速の情報をどっかなんかシリアルポートかなんかで取り出せるみたいなやつがあると面白いんですけど。なんかグラフでかけたりするとか。だからそしたらなんか三脚とかで固定しといて。うわあ、やばい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 。9メートル。はあ、楽しい。やっぱ屋上で風速を測ってる時が一番楽しいですね。はあ。なんか私昨日のやんちゃクラブ、昨日のやんちゃクラブ結局撮影してたの3時ぐらいだったかな。3時ぐらいだったんですけど、その撮影が終わった後屋上で編集とかしながらなんかまったり過ごしてたんですけど、なんかあまりにも気温がちょうどよくて、
なんかこれはなんかずっといられちゃう、キュッてやばいやばいやばい、ずっといられるなこれみたいな感じで、割とずっといたんですけど、なんか夕方5時ぐらいになって、なんかちょっと日が沈みかけたあたりで、なんかこれやっぱ寒くないみたいなちょっとなんか寒くなってきたみたいな感じになってきて、これは粘ってると凍えるなと思ったから、昨日だからベンチコートも着てなかったじゃないですか。だからやばいやばいと思って退散したんですけど、多分あれですよ、あのゆでガエルの逆、ゆでガエルってなんか釜の中の水にカエルを入れといて、なんか下から火で炙ってグツ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 みたいな感じでだんだん水温が上がっていくけど、だんだん上がっていくから、なんか暑い気がしてきたみたいな感じになって、ある一点を超えたらやばいこれ死だみたいなそれの気温が下がっていく晩みたいな感じになってましたね。それのことをなんて言うんですか、ゆでガエルって言うじゃないですか、上がっていくとき、下がっていくときはなんて言うんですか、冷えガエルですかカエルは冷える分にはいいんじゃないの、いやわかんない、冬眠するだけかわかりませんけど、冷えガエルになるとこでしたね。はい、はあ、やれやれ。今日のコーヒーの話でもしますか。今日飲んでるコーヒーはエチオピア、アマゾンで買ったエチオピアの豆を昨日焙煎したやつを飲んでますが、めちゃくちゃ成功したやっぱわし焙煎が上手くなってきたかもしれん。もうちょっと前から調子に乗って言ってますけど、かなりうまいこれ。うん、なんかコツが分かってきたっていうか、まあ当たり前の話なんですけど、私フライパンで焙煎してるんですよ、生豆を。でフライパンでずっと振り続けてると、なんかプチプチって、あ、パチ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 っていう音がして、でさらに振ってるとプチプチっていう音になるので、そしたら火を止めてザルにあげて冷やして瓶に詰めるみたいな、そういう工程なんですけど、そのパチパチとかピチピチとかチャパチャパとか豆が言い出すっていうのは、そのきちんと振ってると熱が全ての豆に均等に入って一斉になり始めるんですよ。一斉になり始めるからすごい分かりやすいっていうか、パチ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 、お、一斉にパチパチきたって言って、で一斉にピチピチ言い始めたって言ってあげるっていう、本当に分かりやすくて、なんていうんですかね、再現性のある感じで豆が完成するんですけど、その鍋を振るときに、その最初から最後までなんか適当に振って、なんかちょっと疲れたら置いて、なんかスマホ見てとかって、なんかサボってると本当ダメでサボってるとね、豆の片側だけが焦げたりとか、あとその一部の豆だけがパチパチ言い始めて、でやべえやべえってやってると次々とパチパチ言い始めて、でプチプチとパチパチが混ざっていて、あ、これもういつ入り止めしたらいいのかわからんみたいな感じになって、結局なんかようわからん状態になると。しかもなんか豆を引き上げた後にもう完全に焦げてるやつとかを覗かなきゃいけなくなったりとかするんですよね。だから本当最初から最後までサボらずにきちんと振り続けるっていうことがいかに大事か分かった。でわし一昨日とその前やっぱちでずっとけん玉を振ってたわけですよねだもう振ることに慣れているから、今日はその延長線上で鍋を振り続けるぞって言って振ってたわけですけど、それが功を奏したかもしれない。なんかね、おそらくですけどちょっと筋力ついてきましたね。足もそうなんですけど、やっぱり今までなんとなく運動して終わりみたいな感じだったのが、プロテインを飲むようになって、だからプロテインを飲んだ状態であらゆる運動がなんか筋力がつく私なんか高校生の頃陸上部やってたんですけど、1年生の頃に、でも全然筋トレとかしても筋肉つかないし、なんだろう、筋肉がつきにくい
体質なのかなとか思ってたんですけど、多分タンパク質の摂取が足りてなかったんでしょうね。なんかそれを今更になって分かった。だからもう今高校生の時と比べても、多分高校の頃超える筋力がついてる足とかに。それは金に物を言わせて、あのプロテインを毎日飲んでいるからです。多分当時だったらわしプロテインを毎月買うお金なかったんで無理だったと思うんですよね。はあ。だからもしね、うちの子供たちが運動部に入って筋肉がつかないって言ってたらプロテインを与えようと思うんですけど、今のところ運動部に入ろうという気配がないですね。文化的ですね。いや別に運動部が文化的でないというつもりはないんですが、文化部って呼ばれるカテゴリーですよね、どっちかっていうと。はあ、なるほどなって感じでした。なんでちゃんと振るっていうことをが成功につながるっていうことが分かったので、今後は真面目に振りたいと思います、鍋をね。はあ、いやーいいな風。テンション上がるんだよな風が強いと。はあ、でも風が強いせいでまあまあ寒いですね今日。だんだんなんか手の甲とかが冷えてきた。はあ、よいしょ。なんか昨日、多分まだ今このエピソードが公開される頃にはまだやってると思うんですけど、あのAmazonで Kindle のセールやってて、なんだっけな、ポイントが増える、ポイントが増えるやつで、なんかどうポイントが増えるかっていうと、あの12冊買うと 12% 返ってくる。12冊買って 12% 返ってくる、うん、そっかみたいな。で、うん、多分ですけど出版社ごとの半額セールみたいなやつの方がお得だと思うんですよね。なんですけどちょっと最近あの通勤中とかに本を読んでて、だいぶなんて言うんですか、まあ全然積み本めちゃくちゃいっぱいあるはあるんですけど、なんか最近あんま買ってないなと思ったから、よしじゃあこれを機に12冊買ったるかと思って12冊 Kindle 本買いました。だからめちゃくちゃスクライブにいっぱい本が増えた。なんかその仕事でクーバネーティスっていうやつを結構触ることが多くて、なんかでも今までそんなに真面目に使ってなかったっていうか、あの単に動かしてるだけみたいなやつしかなかったんで、これを機にちょっと知っとかないとやばそうだなっていう雰囲気が出てきたから、クーバネーティスの本買った。クーバネーティス完全ガイド。完全ガイドっていうぐらいだから完全に理解できるんでしょうね。あと何かな、あとはコンピューターネットワークっていう本、コンピューターネットワークのこれね第6版。第6版ってすごいですよね。結構定番の本で、わし多分第3版とかは買った気がするけど、そっからもうなんか版がそんな進んだんだと思って、でなんかどういう新しいことが入ってるのかって言ったら、なんか 5G とかそういう携帯電話ネットワークの新しいトピックとかが追加されてるって書いてあったから、あ、じゃあそういうのも一応教養として読んでおくかって思って、あとはいろいろなんかこれどういう経緯で入れたか分かんないけど、わしが普段 Amazon の欲しいものリストって一応あるんですけど、普通に欲しいものリスト一つあって、もう一つがやんちゃクラブ用の欲しいものリストで、もう一つが Kindle 本の欲しいものだけを入れるやつ。 Kindle 本って欲しいものリストに入れてても、誰かにシェアした時にこの人にこの Kindle 本を送るみたいなやつできないんですよね、なぜか。あれできてもいいと思うんですけど、できたらダメな理由ある、あれ。何かに引っかかるんだろうな、わかんないですけど、できないから、じゃあ公開するプレイリストじゃねえ、欲しいものリストに入れといてもしょうがないやったことで、自分用の Kindle 欲しいものリストあるんですけど、そこに入れてた
なんか言語の本質っていうやつ、誰だろうねこれ、誰かがおすすめしてて良さそうって思ったから入れたやつだと思うけど、これも新書ですかね、新書のやつと、まあ、全部12冊全部紹介するつもりはないんですけど、あと最近 Python をやんなきゃいけなくなっていてあのプログラミング言語 Python ね、だから Python プロフェッショナルプログラミング第4版、なんか版がめちゃ進んでるやつって信頼できる気がするそれ気のせいかもしれませんけど、さっきの第6版とかもそうですけど、そんだけ版が改訂版が出るってことは、まあ、好評ってことだからっていう、わかんないですけどね、本の売れ行きってもちろんその本自体が超良くてで売れまくってるっていうのは、その場合はなんか増版されるじゃないですか、めちゃくちゃ増版されると改訂されて第何版みたいなやつが増えるかっていうと、なんかそれ一つの版でずっと一つの、そうですよね、 増版じゃないか、増刷、増刷、別に版が変わらなくても増刷されまくる本もあるもんね、好評だったらね。だから版が進むっていうのが必ずしもいい本の指標かっていうと、うんっていう感じ、なんかマーケティングが成功しているだけの可能性もあるでもよ、マーケティングがいくら良くても売れれば売れるほどやっぱりその書評を書く人も増えるだろうから、ある程度のラインを上回ってないと第6版とか第4版までいかないと思うんですよね、はい、っていうなんか、まあ、読む前の本を評価する方法って、あとはレビューとかを読むぐらいしかないじゃないですか。一応 Amazon のレビューとかも読むので、まあ多分間違いないだろうと思って買いました。はい、あと何かな、あとは会社でなんか話題になってた本ですかね、情報セキュリティの敗北史これもちょっと面白そうだなと思って、でもすごい500ページもある、これ相次ぐ個人情報の大規模漏洩、米中ロによる国家主導のハッキング、企業病院を標的にして猛威を振るうランサムウェアみたいな、なんか情報セキュリティのインシデントのなカタログとかですかね、これ分かりませんけど、ちょっと面白そうだなと思ったから買いました。あとはなんだろう、AWS の基本仕組み重要用語が全部わかる教科書わし今までここ10年ぐらいの仕事で一応そのパブリッククラウドと呼ばれるものを使ってはいましたけど、 Google クラウドしか使ってないんですよ。 AWS は個人的にちょっと触ってみる程度にしか触ったことがなくて、AWS さすがに何もわからないと仕事に差し支えるので、一応パブリッククラウドって多分ですけど、さまざまなコンポーネントが Google クラウドでいうところのこれだよねみたいなやつで対応してるものが多いとは思うんで、それでなんとかなるっちゃなるんですけど、それにしたって全体像分かっておきたいなと思って、こういう初歩的な教科書をちょっと買いました。あと何かな、あと何かなあとはこれか、 Python の本もう一個買った、綺麗な Python プログラミングまあある程度綺麗なコードを書いてコミットしないと悪いかなと思って、何をもって Python って綺麗とするんだろうっていう、 Python はそんなになんか書き方の自由度が高くない気がするので、どう書いてもフォーマットさえ当てとけば似たようなコードになるだろうとは思ってはいるんですけど、それ以前の問題としてなんか綺麗さっていうのの指標があるんだろうと思って、一応読んでおこうと思いましたという感じですね。はい、そういう感じ、そういうのを12冊バーって入れて、おりゃって言って買いました。そして 12% 返ってきた、2万円分ぐらい、2万ちょっとぐらいだ、2万5000円ぐらい買ったから3000円分ぐらいポイントきたかな、はい、まだ付与されてないけど、はあ、まあこういうのはね、そのポイントそのものが目的っていうよりも、なんかこれを機にまとめてなんか買っときたい、 Kindle Scribe に入れときたい本みたいなやつを補充するいいタイミングだなと思って、はい、やりました。はあ、本当にお金がない
多分なんとかなるとは思うんですけど、本当にお金がないんですよね。はあ、多分なんとかなる。先を見てるからわしは。足元はな、まあちょっと荒れてるかもしれないけど、この先 100km 進んでいくことはできそう。はい、それの繰り返し。はい、こんな感じかな。はい、じゃあ今日もやっていきますか。ふう、終わり終わり。風強い。今日ちょっと風切り音がどんぐらい入ってたか気になりますね。一応最初から懐にマイクを入れてましたから、ある程度抑制されてるとは思いますけど。ふう、じゃあバイバイ。